流れでよく軽いものだったり着やすいっていう言葉とかよくファッションに聞くけど、やっぱファッション覚悟だし、なんか、ね、努力もしなきゃいけないし、なんか自分のチャレンジでもあるし、でもそういう部分で重たいとか重圧とかなんか圧迫感みたいなものはちょっと自分の中で、まあ、今必要かなっていうか、そういうものにチャレンジしたいなと思ってて、まあ、それをベースに今何が必要かなっていうのをちょっと考えてやりました。なんかポイントポイントで、パンク的な感じ、まあ、パンクっていうとなんかちょっとダサいんであんまり使いたくないんですけど、まあなんかちょっとそのジャンクな感じのものっていうのはポイントポイントで混ぜて、プラスやっぱ東京でやってる以上都会的なスタイル、ダウンとか、そういったものもミックスさせてやれることがいいのかなと思ってやりました。具体的にコン・ギャルソンさんを意識するってことはあまりないんですけど、やっぱりそのスタイル、重圧、こう圧迫感って中で、あとパンク的な要素とかも含めると、まあ、その流れってのもしかしたらあるのかもなって、まあ、西谷さんが言うんであればそうなんでしょうでもそこまでオマージュ的なものは考えてないですけど、まあ、そう感じていただけたら光栄です。